皆様こんにちは、クルーズの豊かクラブでございます。本日は当社クルーズツアーにご参加されたお客様よりいただいたお便りをご紹介いたします。サンプリンセス美ら海の沖縄、石垣、奄美と台湾クルーズ、感動いっぱい、あっという間の9日間でした。父が船会社に勤務していたので、昔から船の話を聞いたりして身近に感じていたのかもしれません。船に憧れがあり、進水式や神戸港に入る船を見に行きます。特に神戸港中突堤に停泊する大型船を眺めるのが好きです。ザ・ワールドやアスカ2は素敵でした。自分が船旅に参加するのはまだまだ先のことと思っていましたが、昨年夏の新聞広告を見て、価格が意外と手頃で日程が連休中ということもあったので母を誘い申し込みました。感動いっぱいのあっという間の9日間でした。印象に残っているのが大型船の寄港が初めての奄美大島名瀬港です。船の絵と概要の書かれたホワイトボードが置かれていて、心待ちにされていたのかなと嬉しく思いました。出港前は踊りの輪が見に来た人やバスガイドさんたちまで広がり、みるみる大きくなりました。そして船がゆっくりと岸から離れ、紙テープが舞い、汽笛が鳴り響きました。歓声と流れる曲、島民の方々が大きく手を振ってくださいました。別れを惜しむかのようにいつまでも、感無量でした。今でも思い出すと胸が熱くなります。船旅また行きたいです。2022年ダイヤモンドプリンセス日本発着クルーズ好評発売中です。その他お客様の声を公式ホームページにて掲載中、ぜひご覧ください。また弊社店舗内にて日本丸やパシフィックビーナスの公式ロゴグッズや旅グッズを販売中です。お気軽にお問い合わせください。